ドリームランナーチャンネル。はい、皆様こんにちは。ドリームランナーチャンネルのお時間でございます。今日も元気にいきたいと思います。渡辺さん、よろしくお願いします。今日もですね、モビリティリゾートもてぎホンダコレクションホールさんのご協力で撮影をさせていただいております。はい、さて、最近渡辺塾 CB750 フォア勝手に名前がどんどん変わっていくんです。エンジン編としてですね、1回目がクランクケース、次が吸気、そしてピストン編、今回が4作目ということで、主にピストン、シリンダー、クリアランス、その辺についての言及にしようかなと思いますので、よろしくお願いいたします。またですね、写真、こういう写真ですね、CB750 フォアも、まあ、これはレーサーなんですけど、武蔵野市の匠クラシックさん、クラシックスさん の、 あの提供で撮影をしております。ご提供ありがとうございます。ということでですね、まずシリンダーピストンのクリアランスについてですね、ちょっと資料がね、あまりないじゃないんですけど、シリンダーがあって、まあ、ピストンがあって、まあ、このクリアランス、隙間ですよね、これが、まあ、どんな具合がいいの、必要なの、っていう部分から行こうかなと思うんですけど、いかがでしょう。どういうふうに。そうですね、まずね、よく一般的に、ね、僕らの感覚で、ピストンだシリンダーだっていうのがまず均一なのかどうか、上から下まで、それがちょっと永遠の不思議っていう感じもあるんですけど、まあ、これ、例えばピストンって、まあ、上下にもちろん動くじゃないですか、で先週の撮影の時にピストンの、ね、形の中で、まあ、昔の良くない図面ではお尻がつぼんじゃってるよとか、あとはまあそれによって首振るよとかがあったり、当然シリンダーの中でピストンは上下に動くのが理想ですけれども、実際にはこう応力がかかって、ね、ちょっとずつでも違う力が加わるじゃないですか、でこれをシリンダーの中の内壁と、あとピストン本体、そしてあとはピストンリング、ピストンリングはもう事実上スプリング状に、ね、広がってますから、まあ、直径で言う、直径というかな、あの中の、ボアによるとボアとイコールになるじゃないですか、中に収納されてる時、その時のピストンスカート、この部分のクリアランス、あたりでどうでしょう。なんか、一般的にピストンクリアランスというのは、ピストンの中で一番、要するに径が大きい部分っていうのは、ピストンピンの船体の下でストレートのスカート部分がありますね、あそこが一番大きい部分、これで言うとここにピン穴がありますから、このセンターから下の部分、まあ、ここで言うとちょうど半分ぐらい、たまたまとピストンで言うとちょっとこすった跡がありますよね。ありますね、でここからついてないでしょ、だからこのこうこすついてないところがまっすぐ、同じ寸法で下まで行ってると、でここが一番ピストンの寸法の一番大きいところです。下ですね、でここの外径寸法とシリンダーの内径寸法の差がクリアランス、ということになりまして、まあ、普通考えたら空冷の方が熱膨張その他影響大きいですから、しませんから、だから空冷の方が大きめ、まあ、液冷ね、水冷式の方が少なめ、ということではありますけど、基本的には、20から50ミクロンぐらい、20から50ミクロン直径でね、ぐらいが今の、バイクや車のレベルです、あんまりそれをきちきちに詰めちゃうと熱膨張した時に、カキンといっちゃったりとかするわけですね。ピストンはそういうふうに作ってありますけど、シリンダー側のボアね、ボアだって加工した新品の時熱入れる前は当然まん丸に作ってるんですよ、だけど、熱をもらった時に、まあ、いろんなところの締め付けやら叩かれやらがありますから、で実際に回った状態でいくと、きれいな丸なわけじゃなくて、それはね、最終的にはテストして、これでいけるだろうでテストをして、その終わった結果、その当たり補正をして、もうちょっと下げようとか、増やそうとかっていって補正して、まあ、最終的に、決めていくという
ことになります。これレーサーをともかく市販車で、うん、はい、ものを見たとき、これ4気筒あるわけじゃないですか、はいはいはい、4気筒のクリアランスって、じゃあそうすると性能的にはすごくね、例えば1個だけ極端に狭いとか、広いとか、はい、あるとそれだけの性能がばらつくわけじゃないですか、やっぱりそれを合わせるっていうのも大事なことですよね。合わせるっていうか基本的には同じですけどね、に作るじゃないですか。ただ逆にレーサーの場合には使う条件が厳しいですから、はいはい、そうすると4気筒もあると当然両端っていうのは3方向冷えるけど、はい、この真ん中2つっていうのは前からしかね、前方向ぐらいしか消えるとかないんで、はい、多少、差が出ますよね、はい、だそれは、まあ、加味して 4ついっぺんにするか、どうしてもしょうがなければこの真ん中2個だけは、はい、絶対量をもう12キロ減らしとけとか、マレーサーの場合には何でもできますので、そういうことが可能です。そうか、ピストンの加工云々っていうのは大変だけど、シリンダーであれば、いや、シリンダーは同じで、ピストンの方で、ピストンの方でいいじゃん。ピストンの方が消耗品なんで、うん、あ、そうか、シリンダーはそうですね、シリンダーを取り替えるのも大変ですから、はい、あ、そういうことですね、分かりました、はい、あとよく言う、まあ、V による膨張っていうんですかね、これ実は前回のピストンの時にもねちょっとお話ししたんですけど、まあ、あの1番2番3番4番あって、はい、こういう形のピストンがあるわけですよね、はいはい、で当然肉の厚いところが、まあ、膨張しやすいから、まあ、楕円になってきたりとかするわけじゃないですか、はいはいはい、でそれはやっぱり今のお話の通りでいくならば、はい、もうピストン側で調整って実際できないじゃないですか、ピストンが伸びちゃうんで、と、いうことはもう出たとこ勝負で、シリンダー側の方では何もできないという、シリンダー側は何もできないんです、はいはい、だからやるのは全てピストン側でやるしかないですね、なんで、基本的にはですね、はい、ピストンのこれはちょっと外から見てますけど、はい、断面でカットした場合に、さっき言ったように、はい、こう下がストレートでだんだんこういうふうに小さくしていきますね、はいはい、こういうラインがあって、うん、で内側に当然ながらピストンリングのこう、くぼみですね、くぼみの部分ができてますよね、はいはい、でスカートの部分の先端が一番薄くてピューッとこう少しずつ厚くなって上につながっていくという形にして、はい、うん、で今言ったように実際に運転してみた状態で、はい、その肉の付け方で、うん、剛性と歪み具合がバランス取れてるかどうかっていう、うん、やっぱりテストをした結果を見て最終的にそれでいける、うん、まだ足んない、で足んない場合にシリンダー側はさっき言ったようにまっすぐですから、はい、だから直すのはこっちで、うん、肉厚だとか形状で変えていくと、こういうことになりますね。あと、はい、重量バランス、よくレーサーなんかとかね、あと、はい、いわゆる高性能な、はい、まあ、レプリカ系のバイクなんかは、はいはい、結構ね 0. 何グラム単位とか、はい、なんていうんですか、肉削って4つ、ああ、まあそうですね、重量バランスの場合にはですね、やっぱり取りますよね、うんうん、これメーカーさんの方では、はい、いつのタイミングしたら変だけど、要はピストンが製品として出来上がってくるじゃないですか、で組み付ける前には当然バランス取ってらっしゃいけないわけじゃないですか、はい、あれって一個一個取ってんですか。いや、一個一個は取ってないと思いますよ。だから金型でも鋳造でできてきたやつを加工したやつ、はい、例えば、うんうん、100個測ってどのぐらいの範疇にばらついてるか、あ、その交差で見てる、うん、で、要するにじゃあ中央値ここにしとこうとかね、はいはい、そういうことで一個一個はね、さすが量産はやってないと思います。昔、スズキの RG250 ガンマ、あれのねピストンを買った時に、裏側にね、この裏です、黄色とね、青と赤のね、ペイントがしてあってね、同じ色のやつで組んでくださいって書いてあったんです、だからもしかしたら、そういう交差をね、いくつか分類して ABC みたいな、それで出荷されてるものもあるのかなっていうのをちょっと思ったんですよ ね、 細かく、そのピストンのね、クリアランスを調整するために、この K の、交差を狭くして組み合わせるための組み合わせで A とか B とか分かれていて、要するになるべくギリギリの、クリアランスに設定した組み合わせをやろうっていうのはあります。だからじゃあそっちかな、ペインティングしたり、マークで A とか B とか打ったりしてるのは、それがあります。ああ、じゃあそっちの交差なのかな。ないとは思いますけどね、まあ、ばらつきがないっていうのもあるんでしょう ね、 最近はね、よくで改造屋さんなんかのね、中ではこうデジタルのね測りでね、0. 何グラムなんて、裏側なんかリューターで削ってね、重量合わせして、まあ片物であれば必ずリューターとか合わせ面で咲いてますから、そういうところを多いやつは減らすとかかもしれないですね。であれば、まあ、気持ちいいぐらいね、誤差を少なくすることはできますけど、なるほど。どれぐらいでも変わるのかな、その性能っていうのが。いや、まあそんなにはね、言うほどじゃないのかな。小さいやつは
そんなには分かんないと思う、うん、大きくなった方が、うん、あのちなみにこの間もお話しした、はい、ゼロ戦のエンジンの星型ぐらいだと、はいはい、我が家130のストローク150もありますから、はい、とんでもなくでかいじゃないですか、はいはい、絶対値が重たいと、うん、いうことはあるし当時ですから、はい、精度も良くないオイルも良くない、はいうん、で空冷ですからチンチンだという状態だと、うん、とてもじゃないけどクリアランスを、ね、ちっちゃくできないんですね、うん、あの暴れ方が大きくて、はいはいうん、だからあのクリアランスの桁が一つ違います、うん、コンマいくつですよコンマですか今のバイクや車だったら、うんうん、100分台ですね、うんうんまあ、多くたってねさっき言ったように少ないやつはもう20、30ね、多いやつだって50、60ぐらいですけど、はいうん、だからあのゼロ戦の時の ピストンクリアランスのコンマ3とかね、コンマ4とかね、あれ丸が1個違うんじゃないかなと僕は最初思ったんですけど、うんはいはいうん、だって音聞いてみりゃ分かるよ、ガガ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 ガって回ってるんだよって言って、じゃあピストンがあって暴れてるんですよ、うん、だから必ずピストンは消耗品だから、うん、死んだのはね、手間かかるから、うん、ピストンは減っても、オイルいっぱい食わしても、うんうん、交換すればいいんだよ、うん、ということで。なるほど考えてます。あということで分かりました。いい参考の、ねお話だと思う。で、そうあともう一つ今の、ね、シリンダークリアランス系でちょっと気になったのが、はい、あのよくオーバーホール、うんオーバーホールっていうのかないわゆるだから、うんまあ、ボアップも含めてですね、オーバーサイズボアで、ねはい、ピストン入れたりするときに、はいまあ、ボーリング屋さん出してないですか、はい、で帰ってきたときによく見るとねシリンダーにねバッテン状の傷がえらくいっぱいついてて傷うんでよくあの後聞いたらそれがいわゆるクロスハッチで、うん、クロスハッチでしょ、ええはい、っていうことを教わったんですけど、何か YouTube かなんかでドリルみたいなやつにね、こんなこう なんていうんですかワイヤーのようなものを、ガーッと回してこうやって上下まあ個人でやるとそういうことになっちゃいますよね、ええ、あのメーカーさんはそうじゃないねメーカーさんにはいかなくてなんせね巷のねあの外のしか見てないあのホーニングマシンっていうのがあるんですよ、はいはいはい、ホーニングマシンっていうのは、はい、要するにボアの内径寸法を、うん、要するに、まあ、100分台で規定したら、はい、最後に、うん、あの今言った、はい、ホーニング加工ってやるんですよ、はいはいはい、その時に、うん、こう、ま、回しながら、はい、要するに上下させて、はいはい、でクロスハッチってあの溝を作るんですけど、はいはいはいあれは要するにベースの寸法が精度が出ているところで、うん、その5ミクロンの溝をあの、うん、つけるということなんで、はい、そこに意味があるんですね。だから元の寸法がええ加減じゃ、うん、まあまあ暴れだけですね。だから精度よく筒っぽにしておいた状態に5ミクロンの溝を切る、はい、あ5ミクロンですか5ミクロン、はいはいうん、だからあれがなくなっちゃうようじゃもうダメなんですね。あれはオイルだまりを良くしてる。そう、オイルだまりです。やっぱりそうですよね。そうです。あ、はい、そこだけ当たりました。いやいやいや、うん、そこだけはね。5ミクロンというのは、はい、オイルの分子の要するに大きさと、はい、その一致するんですか、うん、あの膜のね、うん、厚さが、うん、あのハッチね、クロスハッチよりも、はいはいはい、ちょっと大きいかぐらいであると、うんうん、要するにあの溝に全部オイルの分子が入っててくれると、はい、ピストンはオイルの膜の輪っかの中をこう動けることになるじゃないですか。うん、理想ですよ。理想はそういうところを狙って、はいはいうんうん、つまりあれですね、言葉がいいか悪いか分かるんですよ、ええ、ラーメン食べるときにストレート麺の方が、ねええ、麺にあの強く絡まないじゃん縮れ麺の方がよく絡むじゃん。要はそれですよね、うん、まあちょっと違うかもしれないですけどね、ええはい、そうか、ええ、だから要はそこである程度オイルのたまりを作ってあげて、はい、そこの中でピストンが正確に動くという、はい、それは一つの加工だよと、ええ、いうことなんですね、はい、それと最新のピストンは、はいまあ、ご覧になった方いるかでね、はい、分かりませんが、うん、あの上根ピストンってですね、まあ、これはまあ目で見てもほとんど傷があんまり見えないんですけど、はい、これをわざとですね、はい、これあのコンマ1とかねぐらいの溝で加工して、はい、これ溝の形状のままにすると、うん、さっき言ったあのシリンダー側のクロスハッチやるよりも、うん、ピストンでやる方が加工楽ですから、はいはいはい、そうするとその凸凹にオイルをやっぱり入れておくという、うん、逆のねこっち側にオイルを貯める、はい、こう、うん水を作っておくと、ああそういうのもあるんですか、いう形もあって、うん、でさらにその初期なじみでなるべくクリアランスをギリギリでなじみ性を良くして、うん、こうガタガタしないようにしようということで、はい、あの新品のピストンには、うん、まあこの間ね清水さんに伝えにモリブデンモリブデンコーティングっていうのをやってるんですね、はいはい、やってますね、あれをやって、うん、でここの面とここの面ね、はい、このちょうどこの辺ですよね、そう、うん、こことここにしかつきませんけど、はいはい、でそれで、うん、ここの寸法がシリンダーの内径とほぼゼロゼロ、ほぼゼロゼロですよ。
になるんだ。に削れてちょうどよくなる、うん、だからそのコーティングが、うん、その初期の話で馴染みついた時に、うん、ちょうどよく減って、うん、もう本当に一番いい状態の隙間になると、うん、でピストンがこうならないようにすると、うん、そういうような、ね、こともやってます、うん、馴染み性をねよくすると、それは、はい、ずっとこのつながった状態でスカートがあるピストンでは、はい、歪みが出すぎちゃいますから、はい、こういうふうに途中カットしてあれば、うん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 、要するにこことここが膨らんでもこっちに逃げますからね、はいはいはい、息としてあそうですね、うん、そういうだから遊びをわざとね全周あるタイプは、うん、ああいうのはやんないですけど、うんはい、確かに昔のツーストなんかほんと全身ですもんね、うん、ほんとツーストですね、できないですよ、そうか、はい、あとこれに流れ合いがもしかしたら近いのかなと思ったら昔のね、はい、オートバイとか車とかって、はい、鳴らし運転しなさいよと、はい、でもあれはトータルでミッションなんかも含めての話なんですけど、結構このピストン系でもよく言われた話、ね、いや同じですですよね、うん、でやっぱり今のってそのさっきのモリブデンの話もそうですけど、はい、もうオイル馴染みとか初期減る部分は減らしちゃって、はい、まあそれで馴染んでねっていう、そういう作りになってるっていうのもあるじゃないですか、そうです、昔はね1000キロとか、うん、ゆっくり走ってくださいな、ええ、今のってあんまり言わないですかね、言ってないだけでやることはやっぱりやった方がいいんでしょうね、だって所詮、うんうん、機械加工で新規に組んでますから、はいね、いくら設定はしてあるとは言っても、うん、馴染み性の良さ悪さは、うん、お互い組まれた同士がね、おい仲良くしようやったら、これは嫌だよっていう場合もね、うん、ありますから、うん、でその時に機械加工じゃとてもハンドメイドみたいに、うん、バリ取りとかピタッとそういうことはありませんから、はいはい、必ず切り子というか粉がついたり出たりしますので、うんはい、だから最初の新品の車エンジンを回して、うん、やっぱり1500、2000キロぐらいのところで、うん、ある程度当たり馴染みがついたやつのゴミを、うんはいはいはい、要するに外に出すという意味で初期のオイル交換ってそのぐらいでやるのが、うんうんいいんですよね、最初ね新車で買うと500キロぐらいに1回やってくださいとかね言いますよね、それはもうその馴染み性ですね、なるほどね、はい、やっぱりそういうのもこのクリアランスから発生するとおのずと見えてくる、はいねはい、儀式ですよね、そうです ね、そうですか、なんかピストンについてなんかこれ面白いよって話なんかないですか、時間まだあります、ありますよ、じゃあ面白い話をしましょう、面白いのかもしくは今日のこれ、いやいや、そこまで行く前の話、はい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 、まあ私もエンジンが大好きだから、はい、いや実はですねラジコンのエンジンの、はいはい、作ってるメーカーさんにもお邪魔したことがあって、はい、でいろいろ教えていていただいたんですけど、はい、今言ったように、うん、車、はい、バイクのエンジンって、はい、今言ったピストンクリアランスの話ね、はい、スリーブシリンダーがあって、うん、円柱 の穴ですよね、はいはい、そうですね、レバーがない、うん、でこっちに今言ったように逃げをつけてるって言いましたよね、はいはいはい、ね、ラジコンのエンジンって逆なんですよ、リングがないんですよね、リングもないんだけど、はい、要するに、うん、ピストンはずっと上から下までまっつくなんですよ、はい、で、うん、シリンダー側の方が、うん、わずかに上の方が狭くなって、ちっちゃくなってきて、じゃあ一番上がちっちゃくて上が一番下がでかいんですよ、でちょうどピストンがその上視点行った時に、うん、そのクリアランスがちょうどゼロになってシールするようになって、はい、でいいことに、うん、ラジコンのエンジンの燃料、はい、グロー、はい、アルコール系じゃないですか、そうですね、入ってます、ものすごく熱引き引火性がいいので、はいはい、ガソリンよりもパワーは出ませんけど、うん、熱引き性がいいんで、うん、それで成立しちゃうんですよ、よくねニトロ 何パーセントとかって書いた燃料ですよね、ものすごいね気圧が高いんですね、あ、でシリンダーがこうなってまして、うん、ピストンまっすぐですって逆なんですね、なるほどね、でラジコン屋さん行った時に、うん、ずいぶんそんな邪道なことやってんねって言ったら、はい、いやこれ普通ですよっていう、あ、それでいいわけって言ったら、いやこれで30年やってますからって、ね、うん、いいんでしょうね、いい、まあ実績言ってやれればその通りだと、あ、うん、それはね、うん、何が どのぐらい違うかっていうと、うん、ラジコンに使ってるアルコール燃料と、はい、ね、普通バイクや車に使ってるガソリンの、はいはい、ね、燃料って、うん、非常に力も当然出るんですけど、はい、熱量が全然違うんですね、だからそれによって要するに爆発荷重が違うんで、2.5 倍違うんですよ、あ、そんなに違うんですか、うん、だから同じ力をラジコンのエンジンの、はい、アルコール燃料でやろうと思うと、はい、要するに 2.5 倍食うわけですよね、そんじゃなかったってギャーンって回してるわけですから、はいはい、冷やすために、うん、だからラジコンはまあ車でも飛行機でもラジヘリコンだと何でもいいんですけど、うんうん、はい、搭載量っていうのが、まあ限られますね、そんなに多くないじゃん、ね、15分とか30分とかね、うん、そうですね、行けばいいぐらいで、うんうん、そのぐらいしか進めないですよね、まあ、まあそうですね、ガンガン食うもんだから、はいはい、はい、
確かに、そう、垂れ流しですよね。垂れ流し、はい、そうそうそう、焼き付かせないためにいっぱい使わせてるという。しかもあれ油も入っててね、そうね、クラックしてなんかね、全部やってますから。はい、わかりました。はい、余談でありましたが、はい、大体こんな感じなんですけど、あと何かありますか、ピストン系について。それでですね、まあ、今ピストンだけの話を、はい、シリンダーとのマイクレアンスとかの話をしましたけど、はい、実はエンジンにとって一番大事な、はい、関係性というのは、はい、これピストンだけを見てあだこだっていくら言っても、うん、これだけで成立しないので、はいはい、ここにコンロットっていうのがついてきますよね。そうですね、はい、うん、でこれがこう回って、はい、往復運動、回転運動に変えるんで、はいはい、このピストンとコンロットがクランクの、その、まあ、ディメンションというか、はい、寸法系、関係性みたいなものを少しね、勉強していただくと、はい、あ、そういういろんなことを考えて、ピストンの形や寸法を決め、コンロットの長さを決め、でクランクのウェイトの完成マスを決めっていうのが、こう関連づけてこう見えてくるんで、今度それをセットで撮りましょうか。ね、詳しくね、そうですね、ぜひ知っていただきたいと。ピストン、クランク、コンロット、この三種の神器を三種の神器、うまくつないで、ちょっとあの私も分かりやすいようなちょっと漫画でもしますので、ね、じゃあ、次の撮影の時に、ちょっとそっちも考えてみましょう。ね、はい、興味を持っていただければと思います。はいはいはい、じゃあ今日はこんな話題になりました。次回楽しみに。予告編付き。予告編付きで。はい、まあ、ということでですね、今日はあの、まあ、ピストン、前回ピストンやったんですけど、まあ、ちょっとね、あのいろんな人がいたり、ね、まあ、あの、はい、来場者もいたりなんかして、まあ、見苦しいというか見えにくいところもあったかもしれないです。はい、まあ、今回は誰もいないところでゆっくり撮れましたので、はいはいはい、まあ、あのもし、ピストン、シリンダー、その他エンジンについて、キャブレターについて、インジェクションについていっぱいね、あの個々の部品部品ではこれ以上ね、もっともっと取り上げることってあるんですけど、あの渡辺さんの本来のコンセプトっていうのは、話の中でエンジンは1個の単体の、まあ、製品であって、でトータルコンポーネントですからね、うん、動いてなんぼだから、はいはい、逆に言うとそのトータルで動く部分を説明するために今回こうちょっとぶつ切りにしてみましたので、はい、もし何か、ね、こんなのはどうなのってあったら、はい、遠慮なくメールなりメッセージなりでいただければと思います。はいはい、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、では今日はこの辺で失礼いたします。はい。